一郎さん、あれポロることあんだ。合格出たね。そんなこんなで。いやこれは飛ぶよ、合格やけん。よっしゃー、合格なくても持っていけますよ。そう、本当に強いピッチャーって配球が下手くそな人間が使っても強いけんね。上手い人が使ったら強いは一般的には弱い。本当に強いピッチャーは誰が使っても強い。メルセデスみたいにね。やべえ、全然見えねえ。さあ行きましょう。正真正銘の初めてです。で、新しい応援会ね。うん、はい。多分やけど、この栗原の使用動画でその人が本当にホークスファンかホークスファンじゃないかが分かる。応援歌買い取るやつはホークスファンでしょ。応援歌買い取る人はホークスファンです。俺はみんなに言われて買いました。ホークスファンじゃないかもしれん俺。だって俺さ、この前野球見に行った時にさ、その栗の応援歌が流れとる時さ、何食わぬ顔で席座っとったけどね。普通ならさ、あ、栗の新しい応援歌聞けるとかさ、あ、栗応援歌変わったんやって多分分かるはずやんね。俺何食わぬ顔で飯食いよったよ、普通に。普通に飯食いよった。で、あと俺と行った一緒の人間、誰一人気づいてなかったっす、栗の応援歌が変わってることに。で、俺らはホークスファンじゃないかもしれない。風速 11m。 さあ行こう。栗初打席です。これが正真正銘ので、あと応援歌新しいっす。で、あと固有つきました。なんかさ、俺が一番嫌なのがさ、そのさ、めちゃめちゃ超高速やったわけじゃないけどさ、超高速の体になるのマジで嫌なんやけど。俺結局50試合ぐらいしかしてないのにさ、この大会ボディになってんの腹立つんやけど。人間って単純やね、正直。体は正直です。もう得て、メルセデスは大会だけでいいや。メルセデス使うのランクまで来やがるけんな。分からせるか、メルセデスがランクで通用戦っていうの。逆に分からされるかもしれん。メルセデスの初球はでも大体インコース低めストレートやけん。違った、大体これやん、初球ね。さあ来た。もういい加減打つ、いい加減打つよ。あ、そりゃそう、もういい加減打ちます。掛布さんや、通常の掛布さんや。はい、分からした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 ランクはメルセデスきついっていうのを分からした。今クリーナイス。ついでに藤井さんも分からしとくか。よいしょ、分からすば俺だんや。クリークリーです。元キャッチャーやけん肩強いよ。広角らしいバッティングやったね、さっきのね。超良かったね。あれ広角なかったらセンターフライやんな。怖いよね、そう考えると。恐ろしい。クリでホームランは時間の問題ばい、マジで。多分余裕で打てると思う。
さあ合格ない。ちょっと能力寂しいね。やっぱ特能でなんとで一つが粘り打ちやけんね。いやでもマジホームラン時間の問題やけん、これクソ打ちやすいもん。このフォーム坂倉さんもそうやけどさ、やっぱ固有つくのマジでかい。効果あればホームランやな。マジで時間の問題。こんなんも掛布さんの後釜務まります。マッキーの固有とかも追加してほしいね。もうあんなバッティングじゃねえしな。で一番中田翔じゃない。中田翔全然変わっとるやん今。うん、高弾道になったのでかいね。クリーあれ欲しいね。俺もさゲーム配信であれ言いつけとって、あのなんか目の下に光吸収するやつ、俺もあれつけて配信していい。俺でもさ、俺これじゃなくて俺十字がいいやんね。あの十字あのかっこいいメジャーリーガーがしとるみたいにこうピュッピュッってやつ、俺あれがいいんやけど、あれつけてガム噛みながらしようかな。金のネックレスじゃらじゃらつけて俺それで配信しようかな。うますぎ強し、その流し打ちプロやん。まあ強しプロか。クリーン回そう。まあ別チャンスもなんもないけん、もう別大谷くんホームラン打っちゃっていいっすよ、接待戦で。でも大谷君接待戦けんな、いつも自分が目立とうとするけんな。翔平は俺の連れ。ほらまた打った。さあ合格タイピンか。あーさあクリ合格なし。まあ一応さっき広角なくてもああいう打球は飛んでいくね。うん、広角あればホームラン。さあ広角出らんね。いや持っていく。オーケーでけー広角なくても持っていきますよ。はい、初ホームラン。クリ流し打ち広角なし。めちゃめちゃいいデビューじゃん。初ホームランが合格な芝居。能力下げられて外角ツーシーム最高じゃん。イチローさんあれポロることあんだ。合格出たね。そんなこんなで。いやこれは飛ぶよ、広角やけん。よっしゃー。え、クリ応援歌変わったん？俺この前見に行ったぜ野球。え、クリ応援歌変わったん？え、歌詞書いて。歌詞変わってますよ。俺この前試合見に行ったよ。わかった、歌詞見て思い出した。トゥルトゥルトゥトゥルルルトゥルルルルトゥルルルトゥルルルトゥルトゥ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 やろ確かに変わっとるわ。あ、確かにそれやった。応援歌、今の応援歌、今ので正解。俺の違う、今の銀次さんやんやばい、ちょっと待って。俺今銀次の応援歌歌いよった。もう銀次の応援歌で脳は支配されてます